ツワネにある南火事。南アフリカ共和国はアフリカで最もパゴダの多い国である。本項目ではアフリカの仏教について記述する。アフリカにおける仏教にはいくつかの転換点があるもののアフリカの仏教信者のほとんどはアジア人、とりわけ華僑、ベトナム系もしくはスリランカ系移民、日系人が多くを占めている。南アフリカ共和国は アフリカ大陸で最も仏教信者の多い国である。2010年の国勢調査によれば、南アフリカの仏教信者は全人口の約0.2から0.3%であり、同教などを除く仏教信者数は10から15万人と推定されている。インド洋に面するアフリカの国、地域にも少数ながら仏教信者が存在する。モーリシャスはインド洋に面する国の中で、 最も仏教信者の割合が高く、全人口の約1.5から2%を占めている。これは中国系モーリシャス人が多いことが関係していると考えられている。しかし、実践している仏教信者数は約0.4%と低い。また、マダガスカルもまだ約2万人の仏教信者を抱えている。 聖シェルトレ・ユニオンには全人口の約0.1から0.2%の仏教信者が住んでいる。北アフリカ地域ではリビアが全人口の約0.3%の仏教信者を抱えており、そのほとんどがアジアからの出稼ぎ労働者である。また、モロッコのカサブランカには2つの仏教センターがある。サブサハラアフリカで仏教寺院や仏教センターが存在する国としては、 ボツワナ、カメルーン、コートジボワール、ガーナ、ギニア、ケニア、レソト、リベリア、マラウィ、マリ共和国、ナミビア、ナイジェリア、セネガル、シエラレオネ、スワジランド、タンザニア、トーゴ、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエがある。また、ナイジェリア出身のイギリス人俳優、アドウェイル・アキノヤグバイのように、仏教信者の有名人も存在する。 アフリカ出身の数少ない修行施設の一つとして、神ザブ仏教の寺院であるウガンダのウガンダ仏教センターがある。ありがとうございます。